首都高速5号池袋線は東京都千代田区の竹橋ジャンクションで都心環状線と分岐し埼玉県戸田市の美女木 JCT へ至る首都高速道路の路線である6号向島線とともに埼玉中央環状線方面から都心環状線へ向かうルートの一つを構成する千代田区一橋都島区池袋4丁目間の 8.1km が5号 池袋線一機として1964年11月9日に着工した。竹橋ジャンクションで都心環状線から分かれると日本橋側の上部を北に進む。水道橋駅近くで中央本線の線路を越えると神田側の上部を通り西に向きを変える。この付近には内環状線の準備工事があるが着工には至っていない。 飯田橋付近より江戸川橋付近まで神田川沿いに進む。河川上部の高架橋の基礎工事は河川改修工事と同時に施行した。江戸川橋付近から南池袋付近にかけては、五国寺交差点のラーメン橋を除き端子間のプレストレストコンクリート橋、その先の山手線、赤羽線の線路を越えるまでの区間は高構造で建設された。 六つまた交差点から山手線を越える池袋六つまた立橋にかけては関連街路と同時施行され六つまた立橋は逆 V 型の立体ラーメン橋脚を2機設置したダブルデッキ構造の巨大な橋となった赤羽線を越えた先から一機の終点となる北池袋で入り口までの上部構造は プレストレストコンクリートであるが、川越街道の拡幅で作業体が確保できたので、市歩行を使い現場打ち施向とした。北池袋出入り口は2基の建設に備え、橋桁の継ぎ足しが容易な構造とした。1基区間の内竹橋ジャンクション、西神田出入り口間 1.2km は1967年3月30日。 西神田五国寺で入り口間 3.9km は1969年6月27日、五国寺北池袋で入り口間 3.0km は1969年12月19日に供用開始した。一気区間の試行上の特徴としては、鉄骨鉄筋コンクリート構造の本格採用や、リベット打ちに変えて、騒音軽減、継手体力の増加を目的とした。 高力ボルトの採用、プレキャスト商版の導入などが挙げられる。池袋4丁目板橋区3円の間の5号、池袋線2期 9.3km のうち、板橋区高島平間の 8.6km が1970年2月5日に着工した。基本的に往復角に車線であるが、板橋区熊野町付近から第三島町付近にかけての山手通り上の区間は、 将来の中央環状線を構成するため、上下2段の往復拡散車線とされ、板橋ジャンクションの準備工事及び、熊野町ジャイクション予定部には、郊外方面サービスの高松出入り口が設けられた。熊野町交差点付近では、川越街道の共同校工事や山手通りのアンダーパス工事があり、非常に服装した部分であった。作業スペースの効率化及び経済性を図るため、 連続地中壁を首都高速の高架橋の基礎とすると、共にアンダーパスの溶壁とする工夫がなされた。板橋区中宿付近から板橋本町付近にかけては、街路中央に共同校と都営地下鉄三田線が通っているため、基礎と橋脚はこれらを支障しない構造が取られた。板橋区泉町から前野町付近は、中線道を離れ、下川方面に進む。 川沿いに桜並木のある完成な住宅街であったが、集中豪雨による洪水が発生する地区でもあった。出井川を暗渠化するとともに、高架の両側に付属街路を整備した。前の町から高島平出入り口にかけては、補助201号線関連街路で景観に配慮して、コンクリート構造が多用された。 北池袋出入り口高島平出入り口間は1977年8月19日に開通。1990年11月27日には新大宮バイパスに沿う形で埼玉県に延伸し、高島平出入り口と田南出入り口間が開通。1993年10月26日には戸田南出入り口から東京外環自動車道と接続する。 美女儀 JCT の間が開通、午後池袋線としては全線開通した。1998年5月18日には美女儀 JCT から北進し、世の出入り口に至る埼玉大宮線開通。2002年12月25日には板橋ジャンクションから江北ジャンクションに至る中央環状王子線。2007年12月22日には熊野町 JCT から 大橋 JCT に至る中央環状新宿線が開通し、ネットワークの整備が進んだ。板橋区四用付近の高島平高架橋の一部、約230メートルは、首都高速道路公団が開発した SSM 式移動吊りし歩行の試験工区となった区間である。この工法は、上部構造の試行現場に設置された屋根付きの作業設備で、 コンクリート製橋桁の鉄筋の組み立てやコンクリートの打折を行い、作業が完了したら次の士官へ自走するものである。橋梁下部の交通を支障せず、軟弱地盤や河川上でも作業が可能となる。機械化による単純作業となるため工程管理が容易になり、工期の短縮にもつながる。屋根をつけたことによりコンクリートの品質管理が向上するなどの利点がある。 試験工区での工事は成果を収め、道路線の板橋区、前野町付近の第562.563工区約920メートルでも採用された。高島平高架橋は1973年度の土木学会田中賞を受賞した。524時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成高島平高架橋に関するカテゴリー。 ありがとうございます。